バスケットで言いたい放題のコーナーです。先週から北海道で開催されておりましたインターハイバスケット大会ですけれども、昨日終わりましたので、まずは結果から振り返りたいと思います。男子からいきます。優勝は日本航空高校、準優勝が京都東山、3位に開志国際と福岡第一という結果です。そして先に女子の結果も振り返りましょう。優勝は京都精華女子、準優勝が大岡学園高校、3位は札幌山の手高校と大阪薫英女学院という結果となりました。さて中村さん、男子の結果ですけれども、うん、きっと予想と違ったなと思っている方がいらっしゃるとは思いますね。そうだな、うん、どうしてこのような結果に、ね、もうね、わからない、これは、うん、運用割拠の時代だ、はいはい、もうね、僕も初めて日本航空を見たんだけど、はいはい、外国人が素晴らしい、どう見ても素晴らしい、ね、本当にもうね、ちょっとびっくりしたな。ただね、もうはっきり分かることは、富樫先生も池口先生も、俺もね、まあ、周りもこの決勝だと思った、はい、この2つが最後だと思った、はい、ね、それで準決勝と両方負けたわけ、はい、お互いに、ね、他の日本航空と東山はこれ一発でかけてきたわけ、はい、完全に、ね、彼らはもう次があると思ってるから、はい、この油断ではないだろうけどね、これはちょっと変えなきゃダメかな。だから次はなくなるでしょう、ウィンターカップはまた違ったスタイルになるでしょうけれども、東山 の、 その大沢監督よくわかるんだけど、あのそれこそ北海道栄の木村とあの日大の同期なの、へー、じゃあ若い先生ですね。41歳、もうね、本当に70歳ぐらいの格好してるけど41歳、大沢はよく分かるんだけど、それでみんな可愛がってるの、あの富樫先生たちも非常に可愛がって、もう木村が僕を送ってくれたら、ね、あの空港までね、はい、しゃべってると、もうしゃべったって、そのね、第一に負け勝ったわけだ、もうね、何年も練習ゲームだろうが普通の公式戦だろうが勝ったことがない、はい、もう緑色が嫌いで、もう一番嫌いな色は緑ぐらい、もうあそういう感じがあったのに今回勝った。だからまだ若いし、だから新しいのが出てきたってことは、これはこれかな、東山も、まあ、外国人当然いるし、それで日本人がなかなかだったな、なかなかこの個人にはまだ若いし、1年生も出てるし、なかなかの個人技があって、大事な、そうやれば勝ったらいいなと思って見たんだけど、な、井手口な、まあ、まさかと思ったんだ、これは。そうですね、完全にこれやりながら、前の日からもう井手口先生は富樫、うん、富樫は井手口、はい、頭の中にあるだけ2人が、これ難しかったかな、これはね、見ててもな。試合ももちろん両方とも 見てました、生で。当然当然見てた、もうね、見たけど、もうね、上の方で見てたけど、なかなか、もうね、ノックアウトでやる、ノックアウトで、うん、トーナメントでやる、もうずっとしたから、ファイナルまで行くと大変なんだよね、監督にしては。そうだな、うん、見てた。前の日は井手口、奥さん、お嬢さん2人と食事をした。へえ。前の日は富樫家の大変食事をした、両方とね、もうねいやー、まさかこんな結果に、ね、なるとは。 でもインターハイだな、うん、で本当これから分からない、うん、どこかしか分からない、うん、完全にね、うん、
そういう時代になって、だから逆に面白いかな、うん、山梨のチームですよね、うん、日本航空ね、日本航空、ね、これでそこに今度伊崎が行ったじゃん、はい、山梨学院に、ああはい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 、そうだそうだ、伊崎大変だな、へえ、そっか、でもね、山梨学院もね、確か今年の春の選抜野球優勝でしょ、へえ、2年度の時にね、高校選手権サッカーで優勝しました、これね、日本航空ってわからないけど、日本航空が札幌にもできた、日本航空へ通信できて、これにも外人とって、それで全部1年生でインターハイ出てきた、それ通信教育、ね、だから今ね、いや本当わからない、だからこれが俺は、ね、いいかわかる、うん、俺は高校場ではね、日本はねしっかりしてるから、うん、学校教育でちゃんとした方がいいと俺は思うのよ、うん、けれど通信教育の学校がいっぱい出てきた、これはね、だから極端には朝から晩までバスケットやれるわけ、そうですね、ね、だからそういう学校がプロみたいな学校が出てきた、そうですね、強くなりますよね、日本航空の学校でしょ、そう、改めてそう、野球も強いんだよね、日本航空の選手はそう外国籍が、これがすごい素晴らしいとびっくり超えた、初めて見たけどこれ高校生かいって本当に、うわびっくりした、もう態度からプレーから落ち着きからちょっとレベルが違う、どの辺の国から来てるんですか、これあのやっぱりアフリカ、アフリカ系、あのね、まあセネガル、ナイジェリア、マリー、コーン、けど考えてるな、彼なぜ日本に来たかというと元祖が俺だから俺なんとも言えねえんだ最初に俺で、その俺のところの選手がセネガルでエージェントをやって、それ日本で選手が欲しいっていう友達がいたから合致したわけよ、ルール違反じゃないから、でその今団子って言うんだけど、そっちにもあれだよ、あのセネガルの副大臣だよ、スポーツ副大臣、もうだから俺が行った時はもうすごかった待遇がもういろんなところにつながりが、ね、あるかもしれないですね、ありますだから何とも言えないんだけど、ただ今もうエージェントがいっぱいいて、いろんなエージェントがいて、やっぱりねすごいんだこれは、まあでも面白いと面白いかな、それはそれで、ね、だからただ秋田がね、能代がね、はい、時間こう、ただ中部戦を見に行こうと思ってたら、はい、中部戦の前に負けたわけよ、はいはいはい、人生に、そうですね、人生も俺の仲間だわけよ、初戦が桐生第一で勝ちました、うん、で2回戦が人生学園、人生学園な、これに、ま、いやまさかと思った、うん、いや能力的にはないんだから、うん、期待に期待って渡辺裕太のとこ、うんうんうん、しかも先生ね、はい、これは偶然ね、能代に勝った日に俺がホテルからこう出てきたら迎え人がいて、それでしかも先生がいる、うん、いるの、ここに今日まで泊まってますって、それで中部戦って俺に会ったから勝った、中村さんがしかも先生と会わなければもしかしたら負けちゃう、野城が勝ってたかも、いやでも小さくて鍛えてね、これ本当な、こういうことはあるんだ、第4クォーター18-30だからどうやったんだろうな、聞いてなかったけど、うんうん、小さいよ、鍛えたちシュートよく入る、こういうチームはできるな、うん、秋田でもな、はい、できる、これは鍛えればな、できるかな、なかなかだな、しかもな、これだから見れなかった、はい、だからこれ終わった後の人生と中部第一は見れたわけよ、ここまで来ると思ったから、はい、俺の予定もな、そこへ行ったら見れなかった、残念だったな、
で、女子の秋田勢中央ですね、1回戦四日市メリノールと対戦し、こちらも1回戦敗退72対81で敗れました。よく、ね、うん、最初本当第一コースで時間がね関係で他でやったんだ、これは体育、うん、鍛えるじゃなくて体育が、うん、だからちょっとだけ見て第一コースは見て帰ったけど、うん、でもよく戦ってるよく、ね、これも第4交代ですね。チアから全部選手取ってきて、うん、集めてるところだから、うん、これは、ね、人数も少ないところですけれども、本当そう、そういう人に怪我してたから、うん、大変だったんだ、そうですね。でもよく頑張ってくれたんですね。4クォーターの粘りがすごいですね、秋田中央、はい、という秋田県勢の戦いでした。あと仙台、目瀬ですね。これ会いたくてな、はい、久保さんが亡くなってから、うん、それであの子たちに高橋コーチがいて、だから会えた、よかった、うんうんうん、それで応援するから頑張れって。でもね、明星とね、あの福岡大臣が当たったんですよ、はい、それで井手口が終わった後で、あのもうゲームの途中から涙が出て、井手口先生本当に優しいな、涙が出てきて、その名声のな、久保さんの面影がもうな、だから負けたんだ、次は。本当でも井手口先生はな、でもそういう関係がいいな、でもね、まだ一緒だから、名声は応援したい、これからもね。ね、秋田出身の選手も多かった。いっぱいいる、俺もびっくりした、スターター出てるの3人いるかな、秋田へえ、いい、なかなかいいの、ああだからそんなの考えてみれば、秋田の選手でどっかのチーム集めれば、うん、秋田も強いってことだよな。そうですね、でも出ていくな、そうですね、これね、でも学校の先生じゃない、親と本人がやっぱりね、今 YouTube かなんかで全て調べて訪ねてくるんだ、うん、それで行くからね、なんとも言えないな。ですね、もうでもこうして、まあ、県はね、また来ましたけれども、スターメンで活躍してくれるっていうのはね、うん、嬉しいですね。そう、ああいうの懐かしい顔するの俺分からないんだけど、教えたら誰かなったら秋田ですって、あ、そうかって、ね、頑張っているんだ、なかなかね。あと八王子学園ですね、こちらは東山に負けてしまったと。その前に一つ勝って、はい、もう、いや、だから3回戦、鳥取城北に勝ちました。シードで一つ勝って、城北は、いや、よかった、よく戦った。東山とも前半競ったから、なかなかなんだ、これはね、若い先生がね、はいはい、もう相当気合い入れてやったけど、これはね、あの瀬戸さんたちにも会えたんですか、八王子は。当然、はい、だってゲームのちょっと時間は1回戦が不戦勝だったから、当たる、あ、そうかそうか、体育館を取って30分練習行ってきた、はい、あ、へえ、これで行くって、当たったけど、そう、いや、八王子はねコーチ2人とも若いからちょっと頑張る、うん、これからね、これからのチームだからね、ちょっと頑張りたいかな。そうですね。そしてもう一個、北海道からの旭川工業ですね。これの一つ勝った、はい、いや、旭川はね、その前の先生がいて、まあ、昔の本当70超えた元校長が、うん、奥さんたちといっぱい来てた。もう川村先生、相馬先生、遠山先生、名前あげればこれあげるって、本当もうね、大体元校長だな。もうなかなか、いや、頑張って戦ってた。それはね、地元に出て、そうですね、一つ勝って、いや、そう、ね、北海道はあの開催地だから3校出てるんですけれども、勝ったのここだけだから、勝ったの、そう、偉い、旭川工業だけでした、うん、ね、本当にね、よかった、これはね、かなり自信にもつながるんじゃないですか、この一勝っていうのは。ただ今回はやっぱりね、もういいよ、もう今年の引退は俺の中はなかった、
俺はね、やっぱり革命見てる時もね、はい、要するに7人いて、だって優勝、要するに優勝が、まあ、3回取ったわけですよ、はいはいはい、2位っていうのはね、やっぱ3回か4回あるんだ、うん、それ準決勝ぐらいで負けるとか、ここ帰ってくると、だから怪我にいたって言われるわけよ、先生に。いやいや、強いとこあるのって、全国は。な、それとあるの。でもやっぱり全国大会、全国大会だな、うん、なんかこう、でもね、一番すごかったのは、北エールで、うん、役員が、うん、高校生がいるわけ、うん、はい、Tシャツを着て、はい、入ってくたみたいな挨拶がすごい。へ、おはようございます、うん、こんにちは、ずっと言い続けてる。これがすごい。なんかあの役員のね、うん、はい、あの係大変ですよ、あの人たちね、もうこれがちょっと感動したな、うれしそうかったな、役員のね、これからのやるところみんな大変だな、来年は福岡だ。そうなんですか、もうね、ね、福岡、味噌ラーメンから今度あれだな。豚骨な、俺これ苦手じゃん、豚骨が。踊る福岡、ね、あ、これそうなんですね、来年福岡なんだ。そうです、今言ったようにね、高校生の役員を本当にね、自分たちのところでやるところ本当歓迎のある気持ちあるし、みんなで ね本当によくやってくれました、先生たちもついてて、はい、あのたち貴重な夏休みをよ、一、ね、週間潰れるんだよ、まあ、その前からなんかするでしょう、いろんなことするんですよ、一大イベントですから、だって集合が朝7時、うん、全部こうな、大変大変だった、挨拶にいるからできるわけよ、はい、そう、実際大会がね、それを選手たちが分からなきゃダメなわけよ、うんうん、な、そう、59年アクスタインターハイの時も、ちょうど秋田県の高校生みんなそういうふうにしてやってくれて、それであの東北の緑に染まれる、ね、うんうん、あの兵庫の中でやった、やっぱり高校生ね、本当によくやってくれる選手たちもそうだけれども、役員の方も挨拶がいいな、やっぱり挨拶だな、響、くよね、挨拶さ、もうね、スポーツの中大会でな、今回の結果は日本航空優勝、準優勝、東山となりましたけれども、それぞれ準優勝、準決勝で負けてしまった井手口監督、富樫監督とはその後お話はされましたか。した。お、どんな反応なんですか、監督さんたちは。すみませんでした。謝るんだ。そう、申し訳ありません、な、当然な、勝った当たり前のところだから、ね、だからでもそういう状態でいいわけだ、もうね、負けたら大変大変だわけよ、これから地獄だぞ、もうウィンターカップまで楽しみだな、そうですね、俺行くぞ今度よ、だって明日ね、明日病院行くからな、明日からそうですね、東京に行って、それで全て OK だから、はい、な、もうそれ分かったらもうこれからな、もう、ね、高校生はね、もう次もう練習してるよ、ウィンターカップに向けて、そうですね、まだまだ終わらないですからね、ウィンターカップ楽しみだよな、うん、まあ、もちろん日本航空も東山もまた自信つけて練習にね参加しているでしょうから、またレベルが高くなっていきますね、なるなるなる、うん、あのね、やっぱ抜けてたから、うん、大使と大地が、うん、監督たちもね、うん、今度ここで負けたことでね、これからね、またいい感じでね、うん、他の監督もその気になるわ、うん、俺らも戦えばってなる、うん、いい感じになるかな、うん、俺忙しくなるそうですね、はい、はい、ということで改めてインターハイは男子優勝が日本航空、準優勝東山、3位に関西国際と福岡第一、という結果で終わりました、ね、皆さんウィンターカップに向けて頑張ってください。